いじめと一緒、もう月休なんてでなくていい、メグロレン。活動休止原因は、スタッフとの不和、報道に集まる怒り、ファンのヒートアップたしなめる声も。8月21日、体調不良により活動休止していたことが発表されたスノーマンメグロレン。詳細は伏せられていたが、30日にニュースポストセブンが報じたドラマ撮影現場の裏側が物議を醸している。 写真あり、主演ドラマ撮影で見せたメグロレンの安入な表情。現在放送中の主演ドラマ、海の始まり、フジテレビ系は、メグロさんの体調不良を受け、急遽特別編を放送し、次回放送を一周遅らせる措置を取りました。当時は、手厚い対応に感謝する声が相次いでいましたが、今回の報道で、その空気が一変したんです。芸能記者。 今作では、2022年に社会現象を巻き起こしたドラマ、サイレント、フジテレビ系の制作チームが再集結している。しかし、記事によると、現状の目黒は多忙を極めていて撮影時間が限られるため、NG を打つたびに、夏くんの現場はてっぺん24時を超えるよね、などと、スタッフが本人に聞こえるほどの声で愚痴をこぼしたという。 作品テーマの重さや拘束時間の長さもあり、現場の雰囲気は加速度的に悪化。最終的にメグロは起き上がれない状態になってしまったと伝えられた。夏のドラマ撮影の過酷さを指摘する声も上がっていますが、メグロさんは2023年にもドラマトリリオンゲーム TBSK で夏の撮影現場を経験しています。海の始まり、 同様に外ロケも多いため、条件的にはさほど変わりません。猛暑のダメージはもちろんですが、やはり年々過密になっていくスケジュールの影響も大きかったでしょう。さらに、現場が今回報じられたような空気感だったとすれば、心身ともに相当な負担がかかっていたことも考えられます。前室、芸能記者。X では、今回の報道をきっかけに、 ガツ制作人に対する怒りをヒートアップさせるファンの声が溢れている。スノーマンのメグロくんを多忙と分かっていながらドラマに起用したのに、その制作現場で、スタッフに愚痴言われるとか忙しい中一生懸命本人も頑張ってるのにこんな、仕打ちあるかよ、メメ頑張れ。メグロ連は俺たちが守る。もう月休なんてでんくていい。 追い詰めた奴らよ、目黒の忙しさを舐めてるのかお前らは目黒のえぐい仕事量を全部一人でこなせるんかあって感じ。これが事実なら、やってることいじめと一緒よ一方、優しく繊細な性格で知られる目黒なだけに、今回の報道の影響を心配するファンは少なくない。フジテレビが同志に対し、そのような事実はございません。 と回答していることから、批判的なファンをたしなめる声も上がっている。オタクが角につき旧性作人を批判するたびに、目黒くんの居心地が悪くなっていくんだろうな。心配な気持ちもわかるけど、考えて SNS 投稿しないで身内で話すぐらいにしておこうとか思わないのかな。原因が何であろうと今やっている仕事を頑張ろうとしてる目黒くんを応援するだけでしょ果たして、 メグロは海の始まりを無事にクランクアップできるのか